空港で起こる旅行の落とし穴。私も支援をしながらいろんなケースを見てきました。本当に飛行機乗れないのでもう旅行に行けないということですよ。何万失ったっていうことになります。女性だからとか関係なしに殴ってきます。実際に逮捕されてるお客様が飛行機に乗ってきたことがあって、私が担当する列だったんですよ。皆さんこんにちは、千秋です。今日はですね、空港で起こる旅行の落とし穴についてお話ししていきたいと思います。私も支援をしながらいろんなケースを見てきました。空港でも飛行機の中でも、あーお客様っていうことがね何度かあって、はい、皆様には経験してほしくないこと、旅行する前に知っていていただきたいこと、心から思うことを今日は伝えていきたいと思います。はい、私の経験も含めてお話ししていきたいと思います。最後まで見ていただけるととても嬉しいです。空港に行ってチェックインしますね。今日のこの日のために私は頑張って働いてきた、もうワクワクドキドキン、そういう気持ちで空港に行きます。空港でパスポートを渡します。飛行機の座席は何番かなとワクワクしている時に、お客様申し訳ございません、今回飛行機に乗れませんと言われたらどんな気持ちになりますか？もう言葉でないですよね。実際に私の友達に、実際に起きたことがあります。数年前に、はい、こちらの動画なんですけども、台湾に行った時に私と彼、そして、友達のカップルと4人で台湾で待ち合わせをするという、約束でいました。なんですけども飛行機に乗れなかったんですね。その理由が残存有効期間です。パスポートの有効期間なんですけども、いろんな国によってその日数、長さ全然違います。台湾に行った時にその、彼の友達のパスポートのその残存有効期間が足りなくて飛行機に乗れなかったんですよ。こういう場合は私が今まで経験してきた中で、約10年間客室乗務員として働いてきた中で例外として受け入れられたことというのは見たことがありません。本当に飛行機乗れないのでもう旅行に行けないということですよ。友達も実際に旅行に来れなくて飛行機代は、パーになり帰ってこなくて、さらには、私たちが一緒に泊まったホテルももちろんキャンセルできないじゃないですか、当日なので。なのでもう全て、はい、もうキャンセルできず何万失ったということになります。チケットを買う時にパスポートさえ持っていればどの国でもチケット予約一応できるじゃないですか。なんですけどそういうルールがねあるので、皆さん気をつけてきて来てください私の友達のケースはですね、空港に行ってチェックインは終えていたんですよ。なのでスーツケースも全てチェックインして、セキュリティも通れた。でメッセージで今から乗るぜって来て、もうワクワクドッキンなんですけども、そのゲート、はい、ボーディングが始まってパスポートとチケットを見せて入りますよね。はい、そのゲートをくぐろうとした時に引っかかってしまったんです。お客様乗れませんと。冗談でしょって思ったの。だけど本当に来れなかったから、私たちもね一緒に旅行したかったから、もうすっごくすっごく残念で、はい、という経験があったので、皆さんは気をつけてください。ちょっと調べたんだけど国によって違うじゃないですか。例えばハワイに行く時は入国時に90日以上の残存有効期間が必要となるらしいです。なので入国時ハワイに入ったその日から90日間あれば大丈夫ということですね。まあ、私がささっとこれは例として調べたので、皆さん実際その国に行かれる時は実際に調べてください。私の情報が 100% 当たってるとは言えないので、一応ネットで調べた情報でございます。はい、で、香港だとね、ちなみに香港だと入国時滞在日数プラスの1ヶ月以上、全然違うよね。ハワイでは1ヶ月ちょっとだけだと行けないのに、香港には行けるんです。はい、そしてタイは入国時6ヶ月以上が必要らしいです。シンガポールも同じ、入国時6ヶ月以上が必要で、韓国は入国時3ヶ月以上ということは、シンガポールに行けなくなってその日にキャンセルになったら韓国への飛行機が取れれば行けるってことですよね。まあ3ヶ月以上あれば。はい、でちなみにイギリスは滞在日数以上あればいい。全く違うじゃあ、3ヶ月ない、2ヶ月ないってあればイギリスに来ればいいんだそんな簡単に帰るわけじゃないけどさ、でもこんなに違うんだね。ということで皆さんも行かれる国をチェックしてください。はい、次、
私たちチェックインしました、座席のチケットも受け取って、これからセキュリティ止まります。ルンルルン、あーもうクリア、全部クリア。そして目的地イギリスで楽しむぞ、バカンス大ということで、セキュリティを通るんですけども、お客様申し訳ございません、はい、何かが起きます。セキュリティで気をつけなければいけないことがあって、危ないものを持たないっていうのは基本なんですけども、私が飛行機で、よく目にしていたことは、よくね、グランドスタッフさんとお客様がちょっと言い合いになるシーンがあるんですね。それは液体物です。例えば日本国内だったら心配する必要はないと思うんですけども、国際線になると、イギリスも同じで、イギリスからどこかの国に出るときは液体物 100ml 以下しか持ち込めません。なので、例えばこれ、ちっちゃいボトルなんだけど、125ml なの。これは持ち込めないですね。で、たったの 25ml じゃない。で、ちっちゃいさ、ボトルとか110とかあるじゃない。たったの 10ml なんですけども、これはね、ものすごく厳しくて、はい、CA していた時も、これは絶対 NG でした。もう何ミリオーバー、もう100ミリを超えていれば、絶対持ち込めないです。なので、まあ、こういうね、安いのとかはいいのよ。あ、どうぞ、どうぞ。まあ、結局取られたものは捨てられるので、そうなんですけども、高いものとなると、めちゃくちゃショックなんですよね。この空港のセキュリティで見る、まあ、言い争いというのは、やっぱりお客様の大切なクリームとか、高いものとか、ね、この飛行機の中乾燥するから、いいクリームをね、買ったのっていう方でも、これは捨てなければいけないんですよ。まあ、もうちょっと見ててね、あーと思って、ちょっと、伝えたかったなと思って、まあ確かに誰も悪いことしてないし、ちょっとぐらい見逃してと思うんですけども、はい、これはセキュリティのしっかりしたルールで、こういうストリクトなルールがあるから、安全に暮らせるじゃないですか。いろんな国に行くと、空港でも安心しきれない国ってあるんですよ。危ない国。はい。なんかアフリカとかは、この空港に入る前にこう銃を持ったね、あのセキュリティの方々がいたりとか、なんかそういうものを見ると、まあ、とにかく安全であれば、ものすごいもうそこに感謝を私は感じるなと思ってて、そうなので、ちょっとね、私もありますよ、取られたじゃないけど、私もその液体物、100ml 以上のいいものを持ち歩いてて、捨てなければいけないものを取り上げますよ、言われた時もあるんですけども、でも、これも全て安全のためって思うと納得がいきますよね。はい。で、ちなみに 100ml 以下のものであれば、どれだけでも持ち込めるというわけではなくて、20cm のバッグに入る量のみです。空港のセキュリティ通るときにある透明の袋ですね。はい、この袋に入らなかったら持ち込めないです。私ももう本当にいつもね、パンパンになるぐらいいろいろ持ち込んでるの。 CA の時はもう命がだけで乾燥しないようにいろんなものを持ち歩いてたので、スプレーからモイスチャライザーがクリームからハンドクリームから、そうだからね、もうこのちっちゃいものじゃ足りないんだけど、本当はそうだけど、そういうルールがあります。特に皆さんのお気に入りの高いね、あの化粧品とか、あと香水とかも、あの100ミリ以上だと持ち込めないので、チェックインするスーツケースに入れれば大丈夫です。はい。で、最後はですね、飛行機から降ろされるお客様の事情。私がイギリスを出発する飛行機、アメリカだったかな、どこかへ行く飛行機でボーディングをしていたんですね。ボーディングというと、お客様が乗ってくる時にドアに立って、お客様をワコモンボーって言って、チケットを確認して、お客様の座席はあちらでございます、こちらでございますっていう感じで、はい、案内をする役なんですけども、カップルの方が乗ってきました。50代後半ぐらいの外国人の方です。で、女性がちょっと気分が悪いんですって言うんですね。で、お客様大丈夫ですか、お薬などお持ちですかって言ったんですけども、そしたら、あのちょっとね、体が重くて気分が悪いから、こう寝れる場所あるか探してちょうだいって言われたんですね。で、あ、かしこまりましたって、お客様のチケットを確認して、エコノミーの座席だったので、でしたらエコノミーでこう2席とか連なって、こう、あの空いてる場所があれば探しておきますっていう会話をしたんですね。そしたら、あ、
エコノミーじゃなくてビジネスクラスとか違うクラスでもう少しこうあのレッグルームとかある場所がいいっておっしゃるんですね。基本的に無料でのアップグレードっていうのは行っていなくて、もちろん皆様平等にあのお金を払ってビジネスの方も乗っていらっしゃるので、エコノミーからアップグレードをするときは必ず理由があるんですね。でもお客様としては気分が悪いからあのビジネスクラスに寝かせてほしいなっていう、まあ、お願いだったんですね。お客様どのくらいあの機嫌が悪いんですかって言ったら、すごく機嫌が悪い、気分が悪いと、あまり良くないっていう感じだったので、チーフパーさんを呼んで、こちらのお客様ちょっと気分が悪いそうですっていうふうにとパスをしました。結果的にボーディングが終わった後に、お客様、まあ、結果から先に言いますと降ろされました。飛行機から降ろされたということは、この飛行機に乗って目的地まで行けなかったこと、いろんなアンケートを答えていただいて、で、この地上につなげるお医者さんがいるんですね。直接あの担当するお医者さんとお話をして、下痢をしたとか吐いたとか、はい、そういう症状が飛行機に乗る前に見られた場合は飛行機に乗れないです。なぜかというと、同じお化粧室をたくさんの方が使うじゃないですか。それで他の人にうつす、何かウイルスとかをうつしてしまう恐れがあるという理由です。なのでこれはお客様だけではなくて客室乗務員も同じです。指定先で気づかないうちに食べてしまったシーフードとかでお腹を壊したとか、ちょっとよろしくないってなると飛行機に乗って働くことは NG です。できないです。そこはちょっと厳しくて、なのでこの地上のお医者様とお話をして、お客様はじゃあ乗れませんっていう話になった時にすっごい怒ったんですよ。お客様が、なんで私は帰れないの、そんなのありえないっていう感じですっごい怒鳴ってクルーに、はい、だけどやだやだ私は絶対この飛行機で帰るって言ってたんですけど、で結局はこう2人ぐらいにこう連れ去られて飛行機を降りていったんですけども、なので皆さんも気分が悪いとかちょっと風邪をひいたとか体調が良くなくて飛行機に乗ると悪化するんですよ。これは悪化します。私もちょっと風邪かなって思って、ちょっとだけ喉が痛いかなって思いながら飛行機乗るじゃないですか。もう飛行機降りる頃には悪化しています。なぜかというと、やっぱり飛行機の中がすごく乾燥してるっていうのもあるし、気軽にね、あ、じゃあ空の上だけちょっと窓を開けて空気入れ替えしましょうってできないじゃないですか。そんなことしたら大変ですよね。そうなので、空気もやっぱり地上と比べるとよろしくない。で、あとは疲れもありますね。同じ席でずっと座るので、やっぱりこの血液の循環も良くないし、やっぱり元気な時に飛行機に乗った方が楽しいし、なので体調が悪い時はちょっと日にちを変えたりとかした方がいいかもしれません。で、この件は、飛行機がこう離陸する前に降ろされるお客様だったんですけども、逆に目的地について、他のお客様をそのまま座席に座っていただきながら、ごめんね日本語おかしいね、まあ、お客様はそのまま座席にお座りくださいって言って、とあるお客様だけを先に降ろすというケースもあります。それは逮捕ですね。どこの国で罪を犯したのかは私たちもその詳細はいただけません。何をしたのかもわからないです。なんですけども、まあ、どこかの国で罪を犯して警察が、この飛行機が飛んでる間に動き回っていたと、でこの目的地について逮捕になるというケースも、何件かありました。あとは飛行機の中で暴力を振るうお客様です、いました。はい、本当にいるんですよ。女性だからとか関係なしに殴ってきます。私はやられたことはないんですけども、何人かで暴れてるお客様を抑えたことはあります。これは訓練でも学ぶんですけども、訓練で学んだからといって実際にこう男性の方がこう本気で暴れているのは怖いものです。私ちょっと位置が悪いと、私もこうね肘とかもうこういう風に動くので、そう本当に怖くて、あとは唾をかけてきたりとかで、こう横に触れるとガッて噛んだりとかという仕草もしてました。なので本当に危ない
怖い怖いっていうかすごく緊張した経験もありましたが、なんとかなんとか、やりきり乗り越えました。はい、まあ、そういうふうに暴力を起こすお客様とか、あとは CA に、まあ、暴力だったり触ったりとか、あと言葉もそうですね、あのレベルがあるんですけども、はい、暴言をすごい吐くお客様とかは目的地に着いた時に誰よりも先にカバンを下ろして、でお客様だけが最初に降りるっていうことはありました。そうで、逆にクリミナル実際に逮捕されてるお客様が飛行機に乗ってきたことがあって、警察官2人隣にいなきゃいけないんですね。はい、でそのお客様が私が担当する列だったんですよ。で何をおかしなのかわからないので、そういう情報は、まあ、先ほど申し上げたように私たちには伝わらないんですけど、まあクリミナルということは書いてます。このお客様には絶対お酒は提供していけないというルールがあるんですけども、すっごい緊張しましたね。私のエリアかと思って、どういう風に接しようと思ったんですね。とそれはアメリカのサンフランシスコ発でした。本当に私緊張してて、まあ、警察官の方がいるから大丈夫だけどどうしようと思っていたんですね。で実際に番号もちゃんと覚えて、こちらのお客様だと思って、こんにちは、お飲み物いかがですかって話しかけたら、めちゃくちゃ笑顔で話し方優しいと思ってびっくりしたことがあります。でそのロンドンに着くまでの飛行機の中でもずっと笑顔だったんですよ。あれと思って、そうですね、びっくりしました。はい、っていう感じのフライトもありました。やっぱりなんかね、飛行機の中の経験を話してると、もういろんな経験が出てきて、あ、これも話したい、あれも話したいって思うんだけど、すごいね、趣旨がずれてしまうので今日は多分ここら辺にした方がいいですかね。はい、まあ結局飛行機で何かダメって言われることは安全に関わることが多いので、はい、まあ大体多いと思うので、そのルールがあるから安全に飛行機も飛べて旅行ができてっていうことが、できます。飛行機のディレイ何度かありました。遅延で3時間遅延した時もあるし、5時間遅延したこともあります。もちろんお客様も怒りますね。急にこのアナウンスで今の空は飛べませんとか、何か規制がかかっててっていう情報が入ってきて、 CA もえ何っていう風に思っても、やっぱりお客様怒っちゃうじゃないですか。なんですけど、この規制されてる空の上を飛ぶと危ないので、皆さんを守るためのルールなので、そこは理解していただきたいなって思っていました。そう、まあ遅延だったり、あとはキャンセルだったりになると、その後のね、旅行の予定がね、もうちょっともうめちゃくちゃなったり、キャンセルしなきゃとか、そうあるけど、でもやっぱり安全でいること、健康を守ってくれるっていうことは本当に本当に大切なので、ちょっとルールはたくさんあると思うんですけども、理解していきたいものです。はい、ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また他の動画でも旅行の役に立つ情報や、私が客室乗務員として働いていた時の経験などもシェアしていけたらなと思っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。インスタグラムもしていますので、よかったらフォローしてください。それでは Thank you so much for watching and see you guys in my next video. Bye bye!